どうもこんにちは、ランニング好き整体師藤村です。本日の内容はこちらですね。内転筋、内ももですねの筋肉が硬くなるとどんな症状が出てくるかということについてお話しさせていただこうと思います。で、今日僕の整体に来られた方で膝の内側が痛いという症状と、ふくらはぎとか足の甲までしびれが出てきますっていう方がいらしたんですが、お二人ともこの内もも、内転筋が硬くなることによってその症状が起きていました。なぜ起きてしまうかというのと、この内ももを柔らかくするストレッチを本日はお伝えさせていただこうと思います。はい、まず膝の内側が痛くなるという症状はなぜ内ももの筋肉が硬くなることによって起きるかというと、内転筋、内ももの筋肉のうちの一つに髪筋という筋肉があります。ちょうどこの絵にあるように鼠径部から膝の内側まで伸びている筋肉ですねがあります。もしこの髪筋がこの辺りでガチッと硬くなってしまうとですね、筋肉は硬くなっている方向にグッと引っ張られる性質があるので、結果的にしゃがんだりとか歩いたりとか、まあ足の筋肉を使う時にですね、この髪筋の硬い方向に引っ張られることによって膝の内側、ここまで髪筋はついているので、ここが引っ張られることによって膝の 内側が痛くなってしまうということが起きていました。はい、内転筋が硬くなることによって座骨神経痛と言われるお尻や太もも、ふくらはぎにしびれや痛みが出てくるような症状が起きてきてしまいます。なぜ内ももの筋肉が硬くなることによって座骨神経痛が起きてしまうかというと、この内ももの筋肉に大内転筋という筋肉が存在します。この大内転筋の表面側に座骨神経が走っています。この座骨神経の表面側にハムストリングスと言われる太ももの後ろの筋肉があります。もし大内転筋が張ってしまうことによって、この座骨神経をハムストリングスに押し当ててしまって、大内転筋とハムストリングスがこの座骨神経を圧迫することによって座骨神経痛が出てきてしまいます。以上の2点の理由で本日来られたお客様は膝の内側の痛みとふくらはぎの痛みしびれを感じていました。お二人とも内転筋をしっかり緩めてあげることによってどちらも症状が改善しました。今からご自身で内転筋をケアする方法をお伝えさせていただこうと思います。では今から内転筋をケアする方法をお伝えさせていただこうと思います。まずは壁の前に両手をついていただいて、足を肩幅よりもできるだけ広く開きます。この時つま先は反対のハの字を描くように斜め前に向けます。ケアしたい方の股関節を軽く手で押さえながら、両膝をしっかり伸ばしていただいたまま、押さえた股関節を押し込みながら体を伸ばしたい方の横にぐーっと倒していきます。この時反対の手は壁をしっかり押さえてバランスを取ります。こうすることで体を倒している側の内ももがしっかり伸ばされます。この位置で
15秒キープします。15秒キープしていただいたら、これを2セット行います。今度は反対も同じようにやっていきます。以上が内転筋をご自身でケアする方法になります。ということで、本日は内転筋が硬くなることによって膝の痛みや座骨神経痛が出てきてしまいますので、もし同じような症状がある方はぜひ今のような形で内ももをケアするようにしていただけるといいかなと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。